こんにちは、今日はですね、私ね、今月ね、1週間後、2週間後にね、人間ドックがあるんですけど、初めてね、この胃カメラ、胃カメラをですね、自分から自ら受けることを決意いたしました。ちょっとそんなことをね、動画でねご紹介したいと思います。私ね今44歳なんですけど、過去に2回、胃カメラを飲んだことがあります。1回目はね初めての、人間ドックの時なので、今から10年ぐらい前なんですよね。35歳の時にね人間ドック初めて受けたんですけど、いきなり引っかかりまして、胃カメラ検査をしてくださいというのを受けてですね、受けたのが一番最初でございます。で2回目がですね去年ですね、去年の2月なんで、まあ1年ちょっと前なんですけど、その時に、まあ、胃カメラを飲みました。それはねちょっと急激に体重が痩せたりしてね、もしかしてなんかねすごい病気なんじゃないかというふうにね、皆さんにね、ちょっと驚かされたんでね、近所のね、胃腸科でね、胃カメラを受けました。でね、まあ、両方とも、2回受けてですね、感じたことは、もう私は絶対無理だなと思いまして、どうもね、カメラがね、喉を通るのが、ちょっと私ね、まあ、非常にというかもう超苦手でして、もうあんな体験にしたくないなと思ってたんですが、実はね、今回はね、どこも悪くないんですけど、自らこの、胃カメラ、受けることにしました。ちょっとね、口はね、今までね、苦い経験があって、で、なんかどうも鼻の方がね、楽だっていうのを聞いたんでね、鼻からをチャレンジしようと思います。で、なぜ今回ね、胃カメラを、体験しようかと思ったのかっていうところなんですけど、実はですね、以前ね、読んだホリエモンの本、何だったかな、ちょっと本の名前忘れたんですけど、そこでね、ホリエモンがね、毎年、2年に1回か1年に1回は忘れたんですけどね、精密検査で胃カメラを、ちゃんと受けてみた。胃カメラだったかな、胃カメラか大腸カメラか忘れたんですけど、受けてるっていう風なね、本書いてて、で、要は何、病気に重篤な病気になる前に受けた方がいいと。特にこう、大腸とか胃がん、大腸がんとかは、事前に検査すれば分かるんだからっていうふうなね、こと書いてたんで、ああ、そうかと思ってですね、私もね、その本読んだ時に、今度、辛くでも胃カメラは自分から受けようと。で、まあね、わざわざね、胃カメラを受けに行く、ためにだけにね、病院に通うのも嫌なんで、こういう人間ドックのサインですね、受けてやろうというふうに思って、で、まあ今回ね、人間ドック受けるタイミングになったんでね、申し込みをしたというところでございます。でね、あともう一つはね、私のね、父方の家系、だから親父の方の家系がですね、がん家系なんですね。親父も含めてね、もう死んだじいちゃん、ばあちゃん、ともにですね、がんに、かかってます。で、私もね、二十歳ぐらいの時からね、お前はがんになるぞ、がんになるぞってずっと言われてきてたんでね、まあ、かかる前にね、受けてやろうと思ってですね、受けました。で、ちなみにね、合わせて、この、ピロリ菌の抗体検査も一緒に受けようかなと思っています。まあね、かなり、今、まだね、1週間、2週間、人間ドックまであるんですけどね、非常にちょっと今、まあ、ブルーになっているような状態なんですけど、まあ、今ね、これからの人生、将来、人生100年時代というふうに言われているんでね、まあ、少しでもね、長生きするためにはね、まあ、自ら嫌なこともね、受けないといけないかなと思ったんでね、今回受けることに決意しました。はい、今日はですね、こういう私が今度受ける人間ドックで自ら進んで超嫌な胃カメラを、受けるぞというお話をしてみました。まあ皆さんもね、健康気になる方いらっしゃったり、したらですね、まあぜひ自らね嫌だと思うんですけどね、受けてみてはどうでしょうか。はい、というところで今日は、動画を終了いたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。